1906年のオーバーランドリミテッドオーバーランドリミテッドはユニオンパシフィック鉄道等により1887年から1963年に駆け運行された大陸横断の旅客列車。1869年ユニオンパシフィック鉄道とセントラルパシフィック鉄道による路線が北米大陸における最初の大陸横断鉄道としてネブラスカ州オマハから カリフォルニア州、サクラメントまでの 2826km を結んだ。この経路はオーバーランドルートと呼ばれた。オーバーランドリミテッドは1887年にオーバーランドフライヤーとしてユニオンパシフィック鉄道により運行を開始した。当初はミルウォーキー鉄道、ユニオンパシフィック鉄道、サザンパシフィック鉄道を連絡し、イリノイ州シカゴから カリフォルニア州オークランドサンフランシスコ間を結んだ。その後、1889年から1955年にかけての66年間は、ミルウォーキー鉄道に代わりシカゴノースウェスタン鉄道と、提携シカゴからオマハまで、同社の路線を経由した。当初より大陸横断の主要列車として活躍したが、1936年には、 同区間に流線型のシティオブサンフランシスコが登場。航空機や自動車の普及により、次第に大陸横断の主役から退き、ユタ州オグデンオークランド間のサザンパシフィック鉄道線区内では一時期、ドームカーが連結されたが、最終的には1963年を最後に運行を終了した。その後、ユニオンパシフィック鉄道線区内では、 愛称名のない27.28列車となり、しばらくの間存続した、サンフランシスコ初シカゴ行き、シャイアン出発時、ありがとうございます。